はい、函館着きました。もう爆睡してた。はい、函館。函館。でね、今から、まあ、あいにくの雨なんですけど、今から、どうしようかな。朝一行こうかな。やってるのかな。とりあえず行ってみたいと思います。はい、函館駅。どこや、朝一は。どこ行ったらいいか分からんぞ。雨もくっそー、なんで雨降るんやろ。早くやめばいいのに。よっしゃ、函館の朝市に着きました。どこで食べればいいんやろ。ちょっとぐるぐる回ってみましょうか。イカ釣り体験。めっちゃ迷うやん。どうしよう。食堂、うん、あ、食堂生命ってこの中から寝返られますけど、そう、それ食べようかな。食べますか、食べますか、食べようかな。大丈夫、大丈夫、どうぞ、大丈夫だよ、お兄ちゃん、どうぞ、どうぞ。お腹減った。すいません。はい、お願いします。二色丼のイクラとイカ、はいはい、いくらイカね。はい、お待ちください。とりあえず二色丼、二色丼です。うまい。めっちゃうまい。カニ汁。めっちゃカニの風味がいいわ。どうせまた函館戻ってくるから、その時にまた。北海道寒い。美味しかった。はい、どうやろう、二色丼美味しかったけど、まあもしかしたらもっといいとこあるよっていうのもあるかもしれんけど、まあ、またもまた函館来るから、その時に食べようかなと思います。今回は二色丼、いくらとイカで1000円ちょうど。美味しかったよ。でもで今からね、どうしよう、ちょっと雨弱くなってたから移動しようかな。ちょっと当てはないけど、とりあえずあの北海道一周しようと思ったんですけど、実はあのねぶた祭りに行きたくて、ねぶた祭りがまでにちょっと間に合わない感じがするから、ちょっと作戦を考えなきゃ。なんか軽く一周みたいな感じで行きたいと思います。それでは。